株式会社玉子市は愛知県の企業であるパチンコチェーン玉子市を経営。パチンコパチスロそれぞれに交換率が違う2つのエリアを設けていたことから4通りに由来する4トリーを店舗名の前に関していた。現在はゴールドを冠し、従来のパチンコ玉といえば銀色、シルバーといったイメージだったため、 ワンランク上の企業経営を目指す意味を込めている。2003年、パチンコに興味があったというミハイル・ゴルバチョフを、統合展、開店1周年記念イベントに招致し、パチンコ体験と記者会見を開催。2007年5月、国会に4号機系過措置延長を請願するが、通らず。2010年には、保安通信協会が、パチンコパチスロ機の検定業務を、 事実上独占していることに対する不満などを背景に同社会長だった高木和夫らが中心になって一般社団法人日本遊儀機形式検定機構を設立し、補通協以外の検定機関として警察庁の指定を受けることを目指し申請を行ったが最終的に2011年4月に不許可の決定が出された。その後再申請を目指す動きもあったものの 同年10月に同機構は再申請を断念し解散した。ありがとうございます。